ハゲムミサゴから1752年10月17日は中国新代中期の詩人。字は大野博士、号は藩。日本への影響は少なく文化、文政の柳川聖願及び来山陽の二人に限られていると思われる。聖願はハゲムミサゴ詩集を愛読し、また山陽はハゲムミサゴの歌165首を収録した。 節に士録や師匠官に選票を付して、開盟2年に観光している。成果が貧しかったことに加えて、父親の創生で幼少期から苦労が絶えなかった。この貧困を救うはずであった、家居九代も最終段階で実らなかった。生活費を捻出するために増長を売り払ったり、愛機、手満の医療費を賄うために衣類を室に入れたりも、している。 晩年、子供のないことに心を痛めた真剣者の勧めで、目取った目かけも、ほどなく彼の元を去った。その原因も、励むミサゴの貧困であった。この貧しき詩人を経済的に支えたのが幼少期は、実刑の死体、青年期以降は、馬日、さため日とし、くれといった不豪であり、詩人、蔵書家でもあった人々である。彼らの支援がなければ、施策を続けることは、 不可能であったに違いない。貧しいながらも、生涯参画を歌い続けた、ハゲムミサゴにとって、シュミツルとの出会いと、別れは忘れぬ体験であったと思われる。シュミツルはカラスほど出身。紹介の労を取ったのは、逃亡姫十二種女に、名前の見える、沈葉巻で、シュミツルは、彼の桃園の十枚。出会いは、妖精を壺の中秋、シュミツル十七歳。 ハゲムミサゴ43歳の時である。彼女は、針仕事の他に必見を好み、ハゲムミサゴの教えを受けるや、投資に百種を暗唱してみせた。ハゲムミサゴが病心であることを気遣ってつつましやかに、暮らしていた彼女は、権利親友秋に病に伏せると、翌年正月3日に息を引き取ってしまう。ハゲムミサゴの落胆は想像するにあまりある。 逃亡姫十二種とは、この種蜜の死を悼んで作られたものである及び、第十種は収録されていない。なお、種蜜という名前は、女の書き出し部分、姫人種子、カラスほど人。と、逃亡姫第四種の、第三句、そよぎき呼び名小星マムアザから確認できる。また、ハゲムミサゴは彼女に、ガツウエという字を与えたが、これは言いまずめの娘の名前。 ガツウエから取ったもの。また、初秋遊館の最終句、せいぜい、ビメアキ病所に現れる、ビメは、朱密流を指しているが、これは、彼女が、上子姫と呼ばれていたことによると思われる。この、とは、長兄のことで、その歌詞にあった奉仕の経老こそ1735年8月2人が結ばれた場所である。ハゲムミサゴは壮大に強い憧れを持ち、死刑式的には、 創始からの影響が強い。また、死の大半は参加など自然をテーマにしたものである。ありがとうございます。